激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。バイアレーナへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ブンデスリーガのこの一戦、レバークーゼンがバイエルンミュンヘンと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。誰もが活躍を期待するレバンドフスキーです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか？やはり得点ですね。現在までのペースを続けられれば最多得点記録の更新を狙えるかもしれません。こちらがレバークーゼンの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。こちらがバイエルンミュンヘンの先発メンバーです。キックオフ、レバークーゼンがボールを動かします。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。チアゴがボールをキープできません。素晴らしいスルーパス、クリアが足りないか。ディフェンスの見事なブロックです。今シーズンも終わりが近づいてきています。アウェーチームは現在ホームチームの上位に位置しています。ホームチームがこの試合に勝てば順位は逆転します。ここはかなり気合が入っているんじゃないでしょうか。ハフェルツ、ロベルト・レバンドフスキーに注目が集まりますね。今日はどんなプレーを期待されますか、福西さん。ポストプレーも得点感覚も素晴らしい選手です。前線での活躍が期待されますね。綺麗なタックルです。相手が寄せてきます。あの選手が止めなければ入ってましたね。相手ボールになります。おっと、裏へ出した、通します。これはオフサイド、この判定は大きい。ステファン・サビッチ、チャルレス・アランギス、これはよく見ていた。ハフェルツ、カイ・ハフェルツ、キーパー弾く。ティアゴ・アルカンタラ、走り込む味方にレバンドフスキーのスルーパス。レロイ・サネ、フラデツキーのセーブ、まだインプレーです。チアゴがカットします。リードを奪いたい、スペースへのボール、タックルでボールを取り返した。ミヒー・バチャ、カウンターアタックのチャンスです。キミッヒ、キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。バイエルン・ミュンヘンのコーナーキックです。ティアゴのコーナーで再開、クリアしきれません。しっかりとしたディフェンスです。カウンターのチャンス、仕留められるか。
カウンターのチャンスでしたが、絶妙なパス。バチュアイ、ハフェルツ、カイ・ハフェルツ、入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。ボールを入れた。いい感じで攻めていましたが残念。チャルレス・アランギス、バチュアイ、ベララビー、キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。このコーナーは誰に蹴る。このシュートを弾いた。これはクリアしきれないか。ロイヤーのセーブ。まだインプレーです。バイエルン、ここは縦を突くでしょうか。ファーの選手を狙ってきた。合わない。クロスはチャンスになりません。バイエルンミュンヘン、パスをつなげない。ファールはアドバンテ。スペースに見事なスルーパス。惜しいシュートでしたが枠の外へ飛びました。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファールがあったようですね。ハフェルツ、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。チアゴが読んでいました。アランギス、カフェルツ、セルヒオ・ラモスのクリアで仕切り直します。ディアビ、カイ・ハフェルツ、フェルナンジーニョだ。ボールは現在バイエルン・ミュンヘン。レバークーゼンとバイエルンの試合は間もなく前半も終えよう。レバンドフスキーがスルーパスを通した。ハメス・ロドリゲス、先制のチャンスもネットを揺らせません。今のは決めておきたかったですね。キミヒ、ハメス・ロドリゲス、チアゴ、チアゴがスルーパスを狙いました。レバンドフスキーにチャンス。攻撃を組み立てられません。バイエルンミュンヘンがボールを失いました。前半終了して0-0、両チーム無得点で。バイエルンミュンヘンボールで後半開始です。これはファールでしょう。フリーキックです。セルヒオ・ラモス、ネルソン・セメド、パスをサイドに送ります。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め相手ボールに変わります。ドリブルで持ち込んでいます。イリチッチ、いいところへ出した。スルーパスを狙ってきましたがキーパーが果敢な飛び出しで防いでいます。チアゴがカットします。バチュアイ、ボールを失います。レバークーゼンのスローインからゲームが再開となります。さて福西さん、レバンドフスキーですが前半もご覧になっての分析をお願いします。見せ場らしい見せ場はありません。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。ここでイエローカード、攻撃の中心となる選手に出されてしまいました。ディフェンダーと違って厳しくチャレンジできなくても困りませんが、つまらないファールで退場にならないことに気をつけてほしいですね。
こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ここはキーパーが積極的に出ました。ハメス・ロドリゲス、コマン、サイドからのチャンス、相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。コーナーから中へ、キーパー弾く、クリアして危機を出しました。ミヒー・バチャ、スペースへのボール、フェルナンジーニョ、ここはカウンターアタックを狙うか。イリチッチ、セルヒオ・ラモスがインターセプト。コマン、レバンドフスキーがスルーパスを通した。キーパーがうまく飛び出した。バチュア、カリム・ベララル、ここはよくスペースが見えていました。キーパー反応した。ボールを弾く。勝ち越しのチャンスを逃しましたからね。これは痛い。監督、このコーナーキックはキーパーが弾き返す。狙える位置です。サネ、サイドから中央を見る。コーチーニョ、コーチーニョからのクロス、キーパーに奪われました。素晴らしいスルーパス、抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。アランギス、フェルナンジーニョだ。ここはうまくボールを取りました。さあカウンターで一気に行きたい。レロイ・サネ、コーチーニョ、これを決めればリード。このシュートを弾いた。目の離せない試合になってきましたが、データを見てもかなりの攻め合いになっているのは明らかです。このまま最後まで競った試合を見せてほしいですね。コーチーニョ、さあバイエルンミュンヘンが徐々に押し込んできました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。これはよく見ていた。カウンターは失敗のスルーパスが通るかと思いましたが、キーパーが積極的に前へ出ました。キミヒ、ボールを逆サイドへ、通ればチャンスといったところですが、やはり難しい。選手交代です。バイエルンミュンヘンに怪我をした選手の交代があります。サイドからのチャンス、キーパーの守備範囲でした。裏も見えていたのか。予感のあった攻撃でしたが、結果に結びつきません。ナディム・アミリ、イリチッチ、このパスは読んでいました。コランタン・トリッソ、レバンドフスキー、高い位置でカットします。入れば1点リード。今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが、
勢いに乗ると止まりませんからね。油断はできないですよ。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。別のアングルからご覧ください。このゴールで勝ち越されました。監督も苦虫を噛みつぶしています。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。ここでタイムアップ、試合終了です。今日も手堅い守備で守り抜きました。福西さん、攻撃陣もさることながらディフェンスも鉄壁です。硬いですね。はい、今日も全くと言っていいほど隙がありませんでしたよね。